将来性的には一番あると思いました。一番まあ完成度が高い。感情で押していくところというか積み重ねは上手だな。ナナシを応援してやが、あれなんか覚醒した。ミリオンタッグ優勝者は明日に証明、人の宿命は証明。さあ今回ついにですね、このミリオンタッグの優勝者が決まります。楽しみ。はい、泣いても笑ってもこれがラストです。はい、優勝するのはどのタッグなのでしょうか。 VTR どうぞ。最終課題、連載ネームの1話2話とキャラ絵、全てのタッグが期限内に作品を提出。審査を待つのみとなった連載候補者の現在の心境は。失礼します。すいません、お疲れ様です。どうですか、3ヶ月ね、走り抜いて率直な感想というか。秒で終わりましたね。ああ、そう。人生の中で濃かったです。駆け抜けた感じで、おー、やっぱ成長できたので玉田さんのおかげだなと。玉田さんでよかった。ああ、なるほど。しんどかったです優勝したら藤田さんの気持ち変わるんじゃないですか、うん、漫画に対しては。うん、書くの楽しいってなるんじゃないですか。ならないですハイペースで作品を作り続けた連載候補者たちにとっては濃密すぎる3ヶ月。その中で書いてないですよ。これまでの課題全てランク圏外。何度も悔しい思いをしてきた七瀬大石コンビは、その失敗してもそれを生かして次に進める成長は実感しています。実感してる。お互い、まあ、多分この期間がなかったら、まあ、言わんかったこととかもいっぱいあったし、まあ、他のタッグの方々ともいろいろお話聞いて、視聴者の皆さんとかカメラマンの皆さんとかもう感謝しかないですね。いや、そうだね。ほんまにそれしかないです。達成感、苦悩、成長、さまざまな思いが交錯する中、ついに運命の最終課題審査が始まる。いや、これ本当皆さん良くて、こう落ち着けられません。2話分となるとやっぱいつもよりも量もすごかったですね。そうなんですよ。最終課題の作品すでにミリオンタッグの公式サイトの方で公開されてるので、マジで読んだ、もう絶対合わせてお楽しみください。はい、概要欄に URL がありますのでぜひチェックしてみてください。はい、最終課題審査開始。最終課題でもこれまで同様1位から3位の順位を決める。審査を行うのは少年ジャンププラス編集長細野、副編集長もみやま、さらに累計発行部数1100万部を超えるチェンソーマン作者藤本たつき、アニメ化が決定している人気バトルアクション漫画地獄楽作者賀来裕二、過去にドラゴンボール界、セイントセイヤなどのテレビシリーズを担当、ネットフリックスアニメプロデューサー小原浩平、3名のゲスト審査員を迎え5名で審査を行う。読者って1ページ目から4ページぐらいまでで面白くなかったらもう読まないし、やっぱり冒頭のフックって読者目線から見てもその同業者目線から見てもうまい下手って分かると思うのでそこを見ます。ただやっぱり僕はもう何においてもやっぱりキャラクターが一番好きなので、こいつの話もっと読みたいなっていうふうに思えるかどうか。本当にアニメとしてストーリーがしっかり立って応援したくなるような、キャラクターを見たいなというふうに思ってますね。果たしてミリオンタッグ優勝を勝ち取るのはどのタッグなのか。まずは押石玉田タッグの作品、タイトルは戦うセールスマン。世界大戦が勃発し戦場にロボット兵器が投入される世界で、ダメセールスマン死沼間際は偶然居合わせたエリートセールスマンに営業の極意を教わる。ついに初めて契約を取れたシヌマだったが、突如ロボット兵器が街を襲う。絶望の中助けに現れたのは戦闘用のスーツを実演販売する戦うセールスマン東雲太一。
その正体はシヌマに営業の極意を教えた男であった。彼の相棒として働くことになった彼女を待ち受ける未来とは。部分部分ですごく、面白い要素はあるなというふうにはまず感じました。戦うセールスマンというコンセプト自体すごく強いと思うんですね、うん、でなんか分かりやすさもあってみんなに想像させるんですけど、うん、分かりやすいんだけれどももう一欲しいのが欲しいなっていう、僕でもこのセールスマンのこの女の子この顔好きなんですよね。そう、僕もね、そうこのなんか、そう、影のある感じよね。だからこのキャラクターをすごく気に入ってるんだってことはすごく伝わったから、うん、僕はそこは結構好感持って読めましたね。なんかやっぱり作者に愛されてるなって分かると読んでても楽しいので、うんうんうん、もっともっとブラッシュアップしていくっていうんであれば、うん、割と僕は結構楽しく読めた部分はありました。続いて夏井岡本タッグの作品、タイトルはファーストリユニオン。地球に数々の宇宙人が移り住み、特定外来種と呼ばれる地球外生物により美しい自然が失われてしまった世界で、モロとルリは特定外来種の駆除によって生計を立てていた。ある日、二人は地球では絶滅したはずの生物タヌキを発見。他にも多くの絶滅種が他の惑星で生きていることを知り、地球の動物たちを保護する任務を与えられる。二人の少女の宇宙を駆け回る壮大な旅が始まる。ところどころ出るこうちょっとエモいシーンというか、今までずっと読んでて夏井さんそういうの結構得意だなっていうのを思ったりしたんですけど、そこがこう存分に出ていて、そこら辺非常に楽しめたんで、夏井さんのすごく作風個性には合ってる題材かなとは思いました。ただ絵作りの部分で、極端な話ちょっと地味かなというふうには思っていて、地味な鳩とか地味なタヌキだとかっていうのが出てくるのを、絵的なギャップをもう少し考えた方がいいような気がしていて、異星人とか外来種の形を大きさ特徴、むちゃくちゃでかいとか、むちゃくちゃ小さいとか、絵的に押し出していく必要があるような気はしていて、ただそれを生かすことができたらなんか結構鉄板な SF ものにはなりそうな。 1,2 話の中ではせめてそのペンギンなりハトなりは見たかったですね。それに出会えた時の喜びであったりとか、ああこの仕事は確かに必要だなとか思いたいから。もしかしたら今こういう意見を聞いて 3,4 話ですごい世界描いてくれるんじゃないかな。あと女の子2人が外の世界に行って冒険するっていうのだけでもう好きな人がいるんじゃないかなって。続いて林畠山タッグの作品、タイトルはあだばなに乞う。神を重んじることが何より大事とされている島で生まれ育った少年イチは、両親が神を裏切ったことが原因で肩身の狭い生活を強いられていた。ある日、海岸で出会った不思議な少女イオに惚れたイチは、彼女が人ではないと知りながら猛烈に惹かれていく。そんな時、イオを狙う獣に襲われたイチは命を落とすが、神の力でよみがえり、イオを守る護衛隊に入ることになる。神と人間の恋の行方はどうなっていくのか。今まで林さんの作品の中では一番情報量が多い、世界観もそうですしキャラ数も多い中で、ちょっとそういう意味で情報が多くなった割には整理ができてないっていうのはちょっともったいなかったなっていう。こう素敵なシーン、なんかキュンとするシーンとか、なんかこうお、なんかこの絵面可愛いって思えるような絵面とかいっぱいあったので、ワクワクとかキュンとするなんか絵作りみたいなのがよくできてるなっていうふうにはすごく思いましたね、はい、続き見たいっていう意味で言うと林さんありかなって気がします。僕は林さん推しかもしれないですね。キャラはでもすごく可愛いですね、そうなんですね、キャラは可愛い。多分美術さんとかが入れば相当映えることにはなるような気がしてて、アニメ映えはするとは思います、この主人公とヒロインのやり取りとかも魅力的ですけど、なんかもっとじゃあヒロインか主人公がどっちかがもっと尖ってる、もうやばい天変地異みたいな女性だってほしかったです僕は。そこはもしかしたらゆっくり出てくるのかなっていう期待は持ちながら僕は読んでた。1、2話ではまだ見えないけど。続いてギザ猫リタッグの作品、タイトルは新婚のラバーズ。ある日、高校生の落ち方敬語のもとに
体中が武器に変形する能力を持つ宇宙人デコルテが現れる。地球にいる異星人を排除することが目的である彼女のつがいになれと迫られ、常に行動を共にすることに。そんな彼女と異星人の戦いに半ば強引に巻き込まれていく圭吾。二度の戦いを経てつがいとして戦う決意をする圭吾だったが、彼らの背後に人間を惨殺する邪悪な存在が忍び寄る。これまでのものよりも、まあ、敷居が低くてスタンダードな、まあ、構成なんで入りやすい舞台だったなっていうのは思いました。やっぱりこの主人公2人、まあ、特にこのデコルテちゃんの方ですかね、にやっぱ作者の愛情がものすごくこうつぎ込まれてるって感じがするから、もうそうなってくるともうこのデコルテのもう挙動を見てるだけで楽しいっていうか、うんうんうん、そこはすごく本当に好感を持って読めましたね、うん、はい、キャラは可愛いしかっこいいしエロいし、うん、見栄えがしてすごくいいですよね。セクシャルな部分で関係値を築くことの大事さみたいな、そのギザニコさんのそのフェチズムのこう極みが面白い形で生きている気はする。編集好みにしてきたなっていうような、そのやっぱりあのパワフルさがちょっとこう無軌道に思える時があったんで、そういうのを整えてきたなっていうふうなことをこう評価したい部分でもあったりします。ギザネコさん結構ずっと変わろうとし続けてて、これ絶対に作家にとってずっとなきゃいけないものだから、それあるからも将来性的には一番あると思いました、ギザネコさんが。わかる。続いて藤田リンタッグ、タイトルはビート&モーション。ミュージシャンの夢を諦めて堕落した学生生活を送っていた辰彦は、飲み会で出会った破天荒な少女の言葉をきっかけに、子供の頃に挫折したアニメーターを目指すことを再び決意。 SNS に上げた自主制作アニメがバズり、大ファンであったミュージシャンのニコからミュージックビデオ制作の依頼を受ける。しかしニコは飲み会で出会ったあの破天荒な少女だった。思いがけず再会した二人の夢と恋の物語が今始まる。心理描写がリアルで、うん、そこが本当に、いい作品だなというふうに感じました。男女の関係とか書くのがすごく得意だと思うので、そこら辺うまく使ってきたなと思って読みました、うん、本当にこう感情で押していくところというか、うわこのどん底感というか、うん、本当にあ俺ダメなんだなっていうふうに思って、でも頑張んなきゃいけないっていうところの積み重ねは上手だなと思って、うんうん、まあ、クリエイターのこういうの僕すごい好きで、まあ、自分でも書くぐらい好きなんですけど、連載ってなった時にじゃあ3話4話が面白な見たいのかって言われると、そんなに3、4話以降があんまりこうちょっと魅力的に思えない理由ってのはどこら辺が。多分これからこのアニメーションの内容とかってよりもこいつらの関係性を追っていくんだなって2話だったんで、僕もっと女なんか作ってねえでアニメーション ちゃんと作れよって思いました。もうそんな暇あったらだってブランクあるんだからそれ埋めなきゃって思いました。そこの葛藤が行われていくんじゃないですか、多分。だったら面白いですね、うん、ラストは七瀬大石浅井タッグ、タイトルは楽園残存。飛び抜けた身体能力を持つ少女フーラ・エルは、さまざまな分野で才能を発揮する女学生が集まる巨大教育施設楽園へ入学。しかしその入学式で突然意識を失う。目覚めるとそこにはこの世のものとは思えない生物や人間を襲う人の顔を持つ大蛇がいた。理不尽に巻き込まれた閉鎖空間の中で友達を守るために隠していた怪力を振るい戦うエル。果たして少女たちは生きて帰ることができるのか。七瀬さんと大石さんのこれまでの作品の中では一番面白かったかなと。奇妙なこう恐ろしい絵が場面場面に入っていたりとかして、うん、作家さんとの相性は本当にいい。あのクリーチャーのデザインが良くて、クリーチャーを描くときに結構逃げたデザインとか、まあ、それなりのデザインをが結構漫画に出てくると、僕はクリーチャーに愛がない人なんだなって思うんですけど、このデザインは愛があるし、ちゃんと怖いから良かったです。僕その冒頭のフーラエルのキャラクターの見せ方はすごく面白いなと思って、うん、なんか筋肉量がすごくて、うん、9秒6で走る
の後のマイクを折るのがすごく好きで、そうですね、あ、そういうキャラなの、ちょっと面白そうと思って、うん、こう、まあ、お二人で書かれているネームなんですけど、割とこうネームがしっかりとなんか絵の力を信じて書いてるネームだなっていうのをすごく感じて、ここにはもう怖い絵が入るんだから怖いに決まってるこのシーンはっていう、ちゃんとこうなんか作画の人のこう絵を信じて書いてるネームっていうのが、まあ、もちろん脚本の力も信じても書いてほしいし、絵の力を信じて脚本も作っていってほしいなっていうふうには思いました。全ての作品の審査が終了。果たしてミリオンタッグ優勝に輝くタッグは？僕たちも、彼らの6作品もちろん読ませていただきました。はい、おしいさん、よかったっすよね。よ、戦うセールスマン、あ、おしいし、おもろかった、面白かった、なんかありそうでなかったかもみたいに思いましたな、うん、キャラ絵の最後にあった、はいはい、この他社の戦うセールスマンたちのそれぞれにめっちゃ個性がありそうなのがそうそう、この先見たくなりましたね。ですね、こういうのが出てくるんだって思うと。爆腕コンビめっちゃ良かった。おお、そうなのよ、めっちゃ良かった。ナナシ大石ペアがですね、あれなんか覚醒したっていう。夏井さんもすげえ良かった。いや、良かったよ、良かったよ。夏井さんのこの作品なんてさくらさんの声優もぴったしなんじゃないですか。なんなら確かにモロ、あ、練習してる。二次の方角、距離約700m です。よし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 、じゃないですよ。そしてついに運命の結果発表。すべてのタッグがスタジオに集結。ということで皆さん、初めまして。僕らはやっとお会いできました。はい、最終課題お疲れ様でした。ちょっと僕らも緊張するな。なんかこういざ会うとな。緊張する。最終課題の順位は、全ての課題で審査員を務めた編集長細野と副編集長もみやまから発表。改めて優勝者に贈られる賞金と副賞をお伝えします。ミリオンタッグ優勝者に贈られるのは賞金500万円、そして少年ジャンププラスでの連載権、そして単行本化、そしてアニメ制作となっております。さらにアニメの制作と配信はあのネットフリックスさん、すでに全世界での配信が決まっているということになります。全部を手に入れられます。そういうことです。この世のすべてをそこへ置いてきました。この世のすべてを、はい、ロジャーが置いてきたものを皆さんが手に入れるということです。そして結果、まだ審査員しか知りません。僕らも知らない状態でございます。お二人はこれまですべての課題を審査してこられましたが、候補者たちの成長ぶりとかはいかがでしたか？短い3ヶ月の期間なんですけど、すごくレベルアップしたなっていうのを感じました。すごく短期間でこれだけ成長を感じたっていうのは、もう十何年編集者やってるんですけども、今回が初めてですごくびっくりしました。さあ、それではいよいよ最終課題の結果発表に参りたいと思います。緊張する。まずは第3位から発表。3位2位は発表された時点で優勝の可能性が消える。およそ3ヶ月間共に課題を乗り越え、面白い漫画を追求してきたタッグたち、果たしてその結果は？発表します。ミリオンタッグ最終課題第3位は、うわ、なにこれ、やだ、そうするな。林畠山タッグ、あだばなに恋うです。おー、3位か。第3位です。最終課題第3位は、神と人間の恋を描いた林畠山タッグ。結構面白くなりそうな要素いっぱいあるのに、そこは使えずに、なんとなくふわふわした雰囲気だけでこう突っ走ってる感じがあって、ポイントを減らしてそこを丁寧に描くみたいな。主人公と、神との間でのそのこう感情が湧き上がってくる部分っていうのが、なんかこうすごくこうロマンチックではあるので、こうなんか素敵なキラキラした瞬間を絵にするとかも結構できてると思うから、骨の組みのところはすごく好きなんですけど、まあ、恋愛漫画においてもやっぱり立場ってすごく重要だと思うので。カースト界の私がカースト上位のあの人に恋しちゃったわっていうんだったら、やっぱりその立場がこの2人の恋を燃え上がらせるし、まあ彼らが置かれている立場の設定というか、読者にちゃんと提示しながらストーリーを物語っていかないと。どうですか、3位という結果をいただいて。いや、でもすごく自分の書きたいものが書けたなっていうふうに自分では思っていて、
それがこう順位っていう形にはなったのはすごく嬉しいなって思います。竹山さんもちょっとお話聞きたいですね。いやもちろん1位を取らせてあげたかった、まあ、嬉しくもあり悔しくもありという形なんですけど、林さんが長く作家生活ができるようなサポートを引き続きさせていただきたいなと思ってます。続いて第2位の発表をよろしくお願いします。はい、ミリオンタック最終課題第2位は惜しいし玉田タック戦うセールスマンです。おー、やっほーやった。なるほど、いいね。第2位はバトルスーツをセールスマンが自ら着て実演販売する戦うセールスマンを描いた惜しいし玉田タッグ。戦うセールスマン僕結構なんか設定が面白いんで見たいなと思っちゃう。営業力の根性と戦闘力が、うんシンクしているというか掃除系になってるのは面白いと思う。営業マンならではの面白さや魅力みたいなところが1話でも分からず2話でもいまいち分からず、そうですね、一番その肝心な部分がちょっとまだ定められてないかなというところが、まあ、かなり気になった。うまく直せなかったら実は一番前作の中で戦わせるのは可能性自体はありそうだなと思いますけどね。直せるんだったら素材としては結構いいからな。僕もそう思います、うん、はい。まあ、ぜひね、直してね連載取れたらいいなと思います。そうですね、まだまだこれからですからね、漫画家人生というのは。玉田さんいかがですか。最終課題なんでちょっと悔しさも大きいんですけど、まあ、これからまだおしいさんにいろんなことを一緒に頑張ってクリアしていっていい作品としてもう一回ジャンプラスで出せるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。竹目、はい、どうでした。悔しいね、やっぱ2位は。あ、まあそうね、うん、まあ、一番悔しいんじゃない。もう一歩でっていうね。さあということで、いよいよですね優勝者の発表でございます。まだ名前を呼ばれていない4組の中の誰かがミリオンタックの勝者となります。宇宙人と人間の SF バトルラブコメを描いたギザネコリタッグか、1位取りたいです。アニメが目的だったので。少女2人組の宇宙ファンタジーを描いた夏井岡本タッグか、1位とかその順位とかの満足度は分からないですけど、やってよかったなっていう満足度は本当にあります。デスゲームに巻き込まれる天才少女たちを描いた七瀬大石浅井タッグか、もう感謝しかないですね。なるほどね、感謝します。アニメーターとミュージシャンの青春ラブストーリーを描いた藤田凛タッグか、優勝する自信はいかがですか。ですね、またまた。ミリオンタッグ優勝はどのタッグの手に。ミリオンタッグ優勝者は藤田リンタック、リターンのモーションです。すごい。第1位はアニメーターとミュージシャンの青春ラブストーリービート&モーションを描いた藤田リンタッグ。今回の、候補作の中で一番、まあ、完成度が高いなというふうには感じました。僕もこれ 1位でした。絶対自分の武器をこうしっかり使ってきたなっていう、うん、ネームの本当に作家さんの持ってる力の圧倒的なのが一番最後の最終結果でも出たなと思って。やっぱなんかストレスなく読めるのって結構実はすごく難しいことで、うん、それはもう藤田さん圧倒的に高かったとは、うんね、はい、思います。ネットフリックスでアニメにした時この主人公が作った MV とか作ればいいんじゃないですか。いいと思います。面白いね、はい、うん。優勝者の藤田さんには本日は優勝の証として細野編集長より盾を贈呈していただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。うわ、どうですかね、まあ、率直な今のお気持ちだったり。いや、あのこれからどうしようかっていうの方がいいな、藤田さんらしくていいな。現状に満足せずね、
ちょっと議論を重ねながらより良い形を探していけたらいいんじゃないのかなと思いますね。最終課題ベスト3がこちら。ミリオンタッグ優勝を勝ち取ったのは藤田リンタッグ。本当にこの順位っていうのはただ今現在この課題だけにおいてだと思っているので、僕は皆さん全員あのミリオンを取れる100万部を出せると思っていますので、うわ、ぜひジャンプラスにまた挑戦してください。期待して待っています。ということでミリオンタッグは今回が最終回になりますが、では石橋君、はい、優勝した藤田さんのこれから応援する意味で最終次回予告を。来たね。どういうこと？めちゃくちゃ意味わかんないよ。お願いいたします。何だろう、何が来るんだろう。じゃあお願いします。はい、次回藤田直樹ついにミリオン達成。次回もう交互期待。早い。まあこれからもっとインプットとかいっぱいして実力つけておもろいも書きます。学んだことを生かして次を頑張るっていうことをやっていきたいなと思います。彼らにとってできることをしたと思うので、まあ、今後もより良い作品を一緒に作っていくためにも頑張っていければと思っています。ここからジャンプで連載を出して一緒に頑張っていく。自分の殻を破れた感がすごいあって、それだけでも本当に参加してよかったなと思いますし、本当今すぐにでも打ち合わせして直そうかという気持ちです。1位じゃなくてもちゃんとミリオン取れる作家になりましたっていうのを自信持って言えるようになりたいと思います。本当に悔しかった。ミリオンタッグに全部かけてきたので、あの諦めないので待っていてください。漫画家になる手段は一つではないし、ギザネコさんは多分立ち止まるような人ではないので、きちんとこの才能を世に出せるようにこれからも一緒に走り続けていきたいと。あの今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今までの好評も含めてすごい自分にとっていい経験になったっていうのは本当に感じるので、いい機会でした。これからがすごい楽しみだなというか、何が書きたいとか何が好きとかそういったところをもう一回しっかり話し合って、まあ、なんか原石を見つけられたらなというふうに思ってます。筆を止めたら終わると思ってるんで、このまま突き進んでいきたいと思います。田原さんのおかげですね。田原さんじゃなかったらずっと県外だったかもしれないですね。編集一人じゃ何もできないんで、災害のある作家さんでした。でも来年連載始めたいと思ってますね。それを目標に今してます。全ての課題を頑張って書き切ってくれてお疲れ様でした。たくさんのお客様に楽しんでもらえるものを書いてほしいなっていうふうに思っております。このミリオンタッグ楽しかったですか？さっきまで楽しかったですけどね。